アルノルデュス・モンタヌスは、オランダの宣教師、歴史学者。世界中の地理歴史についての書物を、多数表した。1625年頃、アムステルダムに生まれる。ライデン大学に入学し、スターテン・コーレルヒーで哲学を専攻。オランダ・カルバン主義を主張する、改革派協会の側に立つ。1653年。 スヘリングオーデのオランダカルバン派協会の牧師となる。1667年には、ホラントシュスホーンホーフェンのグラマースクールの校長であった。1683年、スホーンホーフェンで死去。日本に関する著作に、1669年間の東インド会社使い費、施設機構がある。 オランダ語の原書はご飯に達し、また原書が出版された1669年の、うちにドイツ語訳、翌1670年には、英語訳とフランス語訳が出版されるなど、出版当時は幅広く読まれた著作であった。ただし、モンタヌス自身は一度も来日しておらず、イエズス海史の報告書や、施設の江戸散布寄構。 ブレスケンス号事件の報告などに基づいて表したとされる。このため、誇張や不正確な記述が多いことが指摘されている。特に多数挿入された想図は、全くの想像に基づいて描かれたものである。日本刀について、ヨーロッパの刀身を容易に切断できると紹介している。島田隆史議は、本書の内容が、ジョルジュ・サルマナザールの議書。 台湾紙や、ジョナサン・スウィフトの、ガリバー旅行記、第三部の日本に関する描写に影響を与えたことを、指摘している。英語訳は、モンタヌスの著作として出版されたが、実際は、オルフェルト・ダッペルの著作である。ABC まだ2004、P3、オランダ東インド会社図解比施説機。 東インド会社剣士録、オランダ東インド会社日本帝国剣士機構、オランダ連合東インド会社の日本皇帝への、主要なる剣士などとも訳される。AB 長住1992長住陽子、解説、南部漂着期、南部山田浦漂着のオランダ船長、コルネリス・スハープの日記キリシタン文化研究会、キリシタン文化研究シリーズ9。 1974年9月25日、12から13ページ。松田1994、海老沢1992、AB 中里海山、日本武術新名紀、角川ソフィア文庫2016年、P427、島田2004、ピアニッシモ3941。ありがとうございます。